空手道の稽古は、技術の習得だけでなく、心身の鍛錬と、精神的成長を目指す過程です。稽古は、基本技、型、組手の三つの主要な部分から成り立っています。これらの要素を通じて、空手道の技術、理念、精神を学びます。基本技。基本技は、空手道の技術の基礎を形成します。月。 蹴り受けなどの動作を含みます。これらの動作は、正確な型で反復練習することにより、技術の精度を高め、体の使い方を学びます。基本技の稽古は、姿勢の正確さ、呼吸法、力の発揮方法に重点を置いて行われます。型型は、一連の攻撃と防御の動作を決められた順序で行うものです。 空手道の精神と技術が凝縮されており、実際の戦闘を想定した動きを模擬します。型の稽古を通じて、技術の流れを身につけ、動きの連続性やリズム感を養います。また、型は空手道の哲学や戦略を理解するための重要な手段とされています。組手組手は、実際の対人戦闘を想定した稽古で、 攻撃と防御の技を実際に相手に対して試す過程です。組手には軽い接触で行う軽量組手から実践に近い形で行うフルコンタクト組手まで様々な種類があります。組手の稽古は技術の実践的な応用、距離感の把握、相手の動きを読む力を養います。稽古の進め方空手道の稽古は 通常、道場で指導者の下で行われます。稽古の流れとしては、最初に、霊法や、準備運動で体をほぐし、次に、基本技の反復練習、肩の練習、組手の実践と続きます。稽古の最後には、冷却運動や、再び霊法を行い、精神を落ち着かせます。稽古の意義、空手道の稽古は、 単に技術を磨くだけでなく、自己の限界を超えること、精神的な成長、礼儀や尊敬の精神を学ぶことを目的としています。また、日々の稽古を通じて、自己規律、忍耐力、集中力の向上にもつながります。空手道は、体だけでなく心も鍛える生涯学習の道と言えるでしょう。